ございます。おはようございます。ということでね、今朝6時、ね、ここグランキャビンアジム、出発します。すげえ寝れた。めちゃくちゃ寝れた。めちゃくちゃ良かったですね。うん、次のね、岡山は昼前っていうところです。昼前。昼前っていうところは、バイクに乗れるの。あ、バギー乗れるみたいです。バギーに、ちゃんとやってね。どういうとこが良かったか、今回泊まってみて。いや、広かったっすね。やっぱね、3つつながると寝室が広い、ね、これが 3連結なんで、うん、あとあの焚き火も良かったな、あれ広々良かったっすね。うん、もうすがすがしいですよ、あのバイク、はい、今日だからあれ乗ってちょっとうろうろしてもらっても、はいはい、全然もう今日なんか最高ですよ。あれ免許は普通免許でいいです。普通免許で、はい、で今ちょっとその、あの保険の最終段階にの方の、うん、いや今入ってる最中なんでちょっとまだレンタルで貸し出していけないんですけど。何人乗りぐらい？3人、はい、へー、それがちょうど親子3人とか、うん、でこれ乗って、うん、契約して農家さんに農業体験行って、うん、それ収穫してきたやつをうちでこうやってバーベキュー食べてもらうとかね、うん、そんなようなことをちょっと、もう朝なんかもう運が良ければもう目の前雲海が、はい、これ標高どんぐらいなんですか？これでね、ここで今200ぐらいだと思います。200ぐらい、裏のあの昼前が大体700ぐらいなんで、うん、はい。冬雪どんぐらい降りましたか？見ます？標高200メートルで、今回はね、もうこの地元の人もびっくりしたぐらい、今年ですか？ドカ雪だったんですよ。断続的に降るのはあるんですけど、一気にもう降っちゃって、うわ。こんなに降るんですか？ドームテント。こんなに降るんですね。はい、もういいね。そこの怖いし。こんなんでしょ。今年こんな降らなかったんだ。これ何日でこんななっちゃう？2日ぐらいです。うわ、すごい。1日2日ですこれ。マジでこれ。どうすることもできないですねこれ。マジやばかったです。もう本当キャビンもやばかったです。一気にこの2日間とかでこんだけ降るのはもう。めったになっちゃってました。いるじゃないですか、うん。断続的にどんどん増えていくる。まあ基本的にはもう1メートルですね。例年。で、さっきそのそっちの広い道あったと思うんですけど、うん、そこの広い道からこっち上がってくるだけでちょっと温度が2度ぐらい違うんで。うん、ああ、どの辺からのお客さんが多いんですか？ね、圧倒的にやっぱ岡山市、倉敷市。うん、でそこから波及してきて横のあの広島の福山。うん、でこっちは姫路神戸になってますね。圧倒的にもう 4.45% ぐらいは、ね、岡山県内です。雪まつりとかも面白いですね。あのこの間もだから昼前の雪まつりってそのグリーンランドって言ってここで、うん、あるんですね、ここでやるんですけど、昼前のちょうどメインストリートの昼前高原センターがあるというところですけど、うん、どこなんかだってもう雪祭り2日間やったけど車入れないぐらい、はい、何万人ってこと？何万人です。2月の14日かな、何かその辺にしましたけど、こっちこれサウナ、サウナこれすごいですね。フィンランドの薪のサウナ、薪ストーブ、まあ薪のもし良ければですけど、はい、良ければですけど、ちょっといつしても大丈夫ですか？これこれ水風呂はあるんですか？水風呂はないんですよ今。これからデッキとかも全部水風呂ついて、水風呂がしサウナすぐそこに風呂があるんで、それだと浴びれるのは浴びれます。いや、あと聞いてきます。あの乗り方とすれば、どうされますか？あ、ない。もうこれが一応サイドブレーキなんで、これをボタンを押して離す。これ一応サイドブレーキ、これなんですよ、はい、サイドブレーキこういう時はもう大丈夫、はい、引いた感じ、はい、でもこれ乗用ブレーキなんで、
アジ、はい、風になろうぜ。これ筋肉痛にならないから大丈夫。あ、いいっすね。なんならそこの釣り堀まで行ってみます。行きたい。あ、いいですね。あ、これ2台で行きますか。はい。行ってらっしゃいませ。じゃあ、でもいいよ。じゃあ、行ってきます。行ってきます。横に行くからね。あ、お願いします。これブレーキかな。ブレーキかな。これこけそうだ。超こけそうだ。超乗り方危ないっすね。すごいよ、景色も。すごいっすね。すごい。感覚で。釣り堀休みでした。休みでした。すごい怖いでしょこれ。え、怖いでしょ。これ乗ります。怖そう。めっちゃ速いですよ。速いと思う。だってこんな暑さも速い。地面がこうガラガラってくると。あ、そうです。2、3番ギア途中で変えないの。これ前見づらいね。ちょっと上げちゃった。あの姿勢が決まる。ここの水有やん。オーシャンビューでね、あの飯食うとこ、雨降ったらこんなかみたいな、はいはいはい、これを後付けしたんだって。これ後付けしたんですよ。この部分ですか、うん、要は雨降った時の飲食スペース、はい、いいですね、これ。雪が降ってテント張ろう何しようか持たんでしょう。なんで雪よけ、これすべる、すべてくるどうぞ、どうぞ。もうケツが入んないから壊れちゃう。バキバキバキ。結構しっかりだ、うん、これサイズ特注ですか。いやいや、これ製品とんちょうどいい高さ。バギーが想像以上に面白かったです。まあ女性も喜ぶんじゃないんですね。怖がっちゃう、ね、怖がったもんですね、うん、あれじゃない、なんかサウナ、はい、そろそろあれじゃない。何ですか。30分って言ってた、さっき4時半って。今何時。4時15分。じゃあまだどうぞ座ってください。気持ちいい。気持ちいいね。ありがとうございます。飲まれるんですか。じゃあいただきます。お疲れ様です。いただきます。ですね。このやっぱ奥 の、 あの塗り壁は全然、うん、迫力が違うね、うん、クロスと。そうですね、やっぱクロスは全然違うじゃん。全然違う。昨日のとこは、ね、クロスだった、はい、ちょっとやりたかったんで。いいっすかって言ったら、いやもう何度もに任せるって言って。これすごいね。これお蝶、お蝶が塗ったんだ。あ、そうなんですか、うん、そっちもそうでしょ、だけそれも壁紙じゃない、はい、へぇ、うん、長物先生、長物先生が、先生が壁紙とは全然違う。全然違う、うん、やっぱあの影を出すためにしたから。確かに完成賞、完成賞、ね、うん、だから広島みたいな人口多いところでもう垂れ流しみたいな状態のところで書き育ってるから物気は入る大きくなるんだけど、やっぱりあの菌が多いけん、その当たる確率が高い、うん、だけどそこの北木町の柿はその辺は進化してるくさい。だから1年10個やと。だから一応冷凍で送ってくるんだけど、自然解凍させたらそのまま生で食れるし、
だけど、まあ一応、あの、これ行こうか。すげえ行くんですよ。それで当たるんですよ。そこの店行ったらもう絶対当たるんですよ。これでもレンズ速攻で曇りますね。そうなるよね。はい。こんな感じです。詳しくないんですけど、この巻きタイプとあと何タイプですか、ね、電気。電気ですかね。ジョームは普段何セットぐらい入るんですか。3セット。3セットぐらいですか。どういった内容ですか。12分。12分減って。うん、これ分かんないね、時間が。今やっと60ちょいですね。うん、ちょっと上がってきたね。きつい。社長どうでしたか。あ、いや全然全然いや、もう汗がやばいっす。これ絶対温度計間違ってる。60号じゃないっす。全然大丈夫ですか。全然余裕ですか。余裕。やばすごいっすね。いや、これかけるとやばい。あっつあっつ。これ絶対、まあ、もう70度いってますよ。うわ、ほんまや。これ何度、100度超えてますよね。え、100度超えてますよね。あ、そうですか。ちょっとなら、なんか大丈夫、大丈夫。鍵閉めましょう。おい、おい。いいっすね。撮ります。あ、僕、あの、すげえ早く帰るんだったら大丈夫ですよ。じゃあ、はい、だからもうほんと8時、9時とかに。うわー、うまそう。うまそうですね。うまそうだね。そのままいいとこは、はい、ここいい牡蠣なんだっていうか。あ、そうなんですね。子供たちがいるんで、はい、これチーズ、なるほどね、チーズをね、いっちゃうわけね。今今週、チーズを乗っけて、チーズを行くって、このサラダ、さらに何、さらに行くわけ、さらに、じゃあ、行くわけ。ちょっと焦げ目がつくぐらいまで。絶対うまいやつじゃん。あ、これは絶対うまいやつですね。絶対うまいやつ。これで絶対うまいやつ。絶対うまいやつだね。美味しそうですね。うまそうだよこれ。どうすんだよこれ。いいの言っちゃって。どうぞ言ってください。じゃあ。あ、
熱いよ。熱々ですね。あ、でもすっげえ美味しそう。美味しい？あ、うまい。うまいは違うよ。うめっ。うめっ。うん。いや。どうですか？うめえ。いや、めっちゃうめえ。マジでうまい。ちょっとアリの分の牡蠣も俺に貸してみ。これも。はい。